ポアティエ、またはポワティエは、フランス西部に位置するコミューンで、ビエンヌ県の県庁所在地である。ビエンヌ県で最も人口が多いコミューンである。周辺のコミューンも含めて、人口261,795人の都市圏を形成する。ポアティエを流れるクラン川とジュベール橋。ポアティエの町は、西へ向かえばアルモリカ山塊、東へ向かえば中央高地という、スイユド・ポアティエと呼ばれる低地の交差路にある。したがって、パリ盆地からアキテーヌ盆地の間を容易に通行できる地ということになる。ポアティエは、パリの南西 340km にあり、リモージュとは 130km、ナントとは 180km、ボルドーとは 220km の距離にある。このように、ポアティエは商業においても軍事においても有利な位置にある。ポアティエの位置は、ボアブル川とクラン川の谷の間にある広いスパテュラ状の突端で、標高は50メートルほどである。河川は深い谷を刻んでいる。この突端はトランシェと呼ばれる細い通路で平野とつながっている。トランシェの名称は、この通路を溝が切断することと、ポアティエを他の地方から孤立させることに由来する。二つの河川は、ジュベール橋とサンシプリアン橋のある浅瀬で交差する。ポアティエの市街は川の両岸に広がっており、特に大学キャンパスや病院地区、商業地区、住宅地のある東、フュテュロスコープテクノポールのある北部に向かって伸びている。ポアティエは3度の大きな戦闘にその名を残している。カエサルが到達した時、ケルトのオッピドゥムであるレモンハム、またはラモナムとして、すでにこの地に町があった。リーモ、またはリモマイナスは、ガリア語が起源で、ニレを意味していた。ニレを意味する、ラテン語、ウルマスと同じ、印欧語起源である。町は1世紀に、ローマを模範として都市が変えられ、大きな円形闘技場、浴場、少なくとも3つの水道橋を備えていた。2世紀に町は、アクイタニアの州都となることができた。4世紀、高さ6メートルある厚い壁で 2.5km に、渡ってポアティエは囲まれていた。同じ頃、聖イラリウスが町をキリスト教化し、この時期からサンジャン洗礼堂の基礎が築かれた。都市は最終的にポアティエの名を採用した。これはガリアの部族ピクトン人の人々に関連する。ベリー公のいとも豪華なる地頭書に描かれたポアティエの城。中世のポアティエは軍事防衛の地でフランスの権力中枢から地理的に遠かった。4世紀以来、カトリック教会の司教座が置かれ、また、ポアトゥー伯爵の本拠地であり、代々のポアトゥー伯は、公国内でのアキテーヌとポアトゥーの主要な派閥を形成していた。9世紀、グランリュ、大通りの名が憲章に記された。それは、ヨーロッパに残る通りの名称としては、最古のものである。コミューンを作ろうとする最初の試みは、近隣の町や村がリーグを作ろうとし、1138年に住民が自治を宣言してからだった。町は早速フランス王によって動きを止められた。アキテーヌ女皇、アリエノール・ダキテーヌは突端全体を囲むように12世紀に6000メートルの長さの新しい壁を築かせている。ヘンリー2世の王子たちが父親に反逆していた頃、ポアティエの町はイングランドに忠実であった。1175年に自治体憲章を得ることができたからだった。憲章は1199年にアリエノール・ダキテーヌが、そしてその後のフランス王たちが承認している。アリエノールもアキテーヌ公として働き、新たな市場を作らせた。アリエノールが1204年に死去すると、町は同年のうちにフィリップ2世が獲得した。サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路がポアティエを通過しており、町は多くの巡礼者を迎え入れ、彼らは聖ラドゴンドや聖イラリウスの遺物に信仰を捧げるためポアティエに滞在した。14世紀、ポアティエはジャン2世の三男、ベリー公爵ジャン1世の領地だった。彼はポアティエのかつての伯爵たちが築いた中世の宮殿をさらに飾り立てた。同様に彼は三角形の古い城を美しく直した。この城は写本、ベリー公のいとも豪華なる、地頭書の7月の項に描かれている。1360年のブレティニー条約によって、ポアトゥの都市はイングランド領となった。百年戦争の暗い時代、1418年には王国議会が置かれた。ポアチエはフランス王国軍の指揮を行う。以前のジャンヌ・ダルクが1429年に様子を観察している。王家から好まれたことと、首都パリを逃れてきた大勢の知識人の存在によって、ポアチエに1431年に大学が創設された。大学は15世紀末で約4000人の学生を抱えていた。シャルル・ド・ゴール広場と古い街並みポアチエの街は、ルネサンス時代に眠りに落ちた。実際には、古い砦の浅瀬に橋が架けられたりするなど、わずかに変化は見られた。ジョアシャン・デューベレー、ピエール・ド・ロンサールといった詩人たちは、パリへ向かう前に、ポアチエ大学で学んでいた。ポアチエは、行政機能の繁栄に向かっていった。王立裁判所、司教座、修道院、そしてポアトゥ党官の管理である。1750年から1784年にかけ、グロサック子爵、ポール・ド・ラブルドネーエは、フランス式庭園を作り上げた。また、アリエノーヌ・ダ・キテーヌが作らせた城壁が壊され、壁のあった場所には、大通りが作られた。アンシャンレジーム時代には、非常に階級間対立があったにもかかわらず、しばしば王が税を付加すると、共通の敵に対して一時的な連帯が生まれた時期もあった。1676年には、高度に組織化された職業である肉屋が間接税に反対して反乱を起こした。彼らは都市の主張の支持を得ていた。19世紀、多くの兵舎が建設され、ポアチエは駐屯地の町となった。鉄道駅は1850年代に築かれた。1899年には町にトラムのネットワークができた。第二次世界大戦中の1944年6月13日、駅周辺が空爆にあった。ポアチエの町は1960年代以降、クロンネリーの集合住宅群の創設、トロワシテ地区の誕生、主要道路の設置で拡大した。1970年代には別の地区が開発された。その後町の北東部に新しいバイパスができ、1980年代に完成した。都市化は1990年代から2000年代にかけ、東へ向けて進んだ。1970年代から地方工業分散化の恩恵を受けて、ミシュランの工場が設置された。1980年代後期、フランスは外国からの輸入超過の対策として、特定品目の輸入をポアチエ税関のみに限る政策を取った。導入に際して各国はこれを非難したが、フランス政府はこの抗議を顧みず、当時、日本のマスコミなどでは、この非関税障壁の新設をポアティエの戦いと呼んだ。後に、この制限は撤廃された。現在のポアチエは、先端技術開発と研究機関の集中する町である。ポアチエには、ビエンヌ県商工会議所が置かれている。2017年時点のコミューンの人口は 88,291 人で、2012年、当時の人口より 0.74% 増加した参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。1999年までイヘス、カシニー、2006年以降 INSEE、ポアティエ近郊には映像のテーマパーク、フュチュロスコープがある。海に十分近いポアチエは海洋性気候である。ポアチエは27,000人以上の学生を擁する学生の町である。詳細はカテゴリー、ポアチエ出身の人物を参照。ありがとうございます。